ケルビン・ロヘリオ・ヒメネス・ペーニャは、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手。2001年にテキサス・レンジャーズと契約し、プロ入り。2007年にセントルイス・カージナルスに移籍し、メジャー初昇格。リリーフとして34試合に登板し、3勝を記録した。2008年もメジャー登板はあったが、未勝利に終わり、2009年は、 シカゴホワイトソックス参加のトリプル A 級、シャーロットナイツでプレーした。2010年1月3日、韓国プロ野球、トサンベアーズと契約し、同年14勝とチーム最多勝ちの活躍を見せた。12月17日、東北楽天ゴールデンイーグルスとの契約が発表され、日本プロ野球へ移籍。楽天への入団会見の際、黒いスーツではなく、 シルバーのスーツを着て登場し、報道陣の度肝を抜いた。本人曰く、最初は黒いスーツで行こうとしていたがアイロンをかけるのを忘れていて唯一アイロンがかかっていたシルバーのスーツで行った、とのこと。2011年2月1日に登録名を契約時のケルビンからヒメネスに変更した。6月16日、リリーフで来日後初登板したが2回4。 失点だった。それ以降は先発ローテーションで起用されるようになるが、なかなか勝ち星を上げることができず、8月12日のロッテ戦でようやく初勝利を手にした。シーズン1勝7敗と大きく負け越した。2012年は開幕から先発ローテーションとして起用されるが、黒星先行の試合が多いものの、昨季よりは安定した投球が続き、 夏場は3減少するなど調子が上がってきたが、7月に右手を痛めて登録を抹消された。8月に再登録されるも、またしても黒帽子が先行してしまい、その後右手を痛めて再度登録を抹消され、5勝10敗でシーズンを終えた。同年シーズン終了後の11月21日、自由契約選手として公示された。2013年1月6日、 トサンベアーズへの復帰が決まるも、肘の状態が悪く春季キャンプに合流できなかったため、3月17日に契約破棄となった。2014年は所属球団なく、2015年7月にはパンアメリカン競技大会にドミニカ代表として出場。平均球速93マイルパーアワーの速球と、時速140キロメートル前後のスライダー、スプリッター、カーブを投げ分ける。 ありがとうございます。